はい、こんばんは。つげきです。先ほどもですね、動画出したんですけど、もう一本動画出そうかなと思ってるんですけどね、はい、あの、デビュー夫人いるじゃないですか。まあ、この方がですねあの、YouTuber デビューしたんですけど、最近なんか、有名人が YouTuber デビューしてるの多くなってますね。まあ、なんですけど、このデビュー夫人ですね、まあ、この方は、あの、インドネシアのスカルノ大統領というのがいたんですけど、まあ、それの、あの、 妻になるんですよね。はい。まあ、要は大統領夫人ですね。だからデビュー夫人っていうみたいなんですけど、まあ、このデビュー夫人ですね。北朝鮮が大好きなんですよね。はい。まあ、北朝鮮といえばですね、あの、日本に対してミサイルを飛ばしたり、まあ、さらには日本人を拉致したりですね、とんでもない国なんですけど、まあ、それが、まあ、よくわかんないんですけど、デビュー夫人はですね、北朝鮮が 好きみたいなんですよ、ね、まあ北朝鮮にもね何か何度も行ってるみたいでまあこの,あのスカルノ大統領自体ですねあの北朝鮮と親交が深かったみたいなんですけどねまあそこから、まあ、来てるのかどうかわかんないんですけど、まあ、あのデビュー夫人は何かあの北朝鮮が大好きみたいなんですよねまあさらには日朝国交正常化を求めてるらしくてですねまあそんなみたいなんですよね。 はいまあ、さらにはですねあの拉致被害者の,あの家族に対してですねあの「日本と北朝鮮両国のためにも諦めていただけないでしょうか」って言い出したんですよね。はい、なんか「拉致被害者のご,ご家族の方々に伏してお願いしたい」「日本と北朝鮮両国のためにも諦めていただけないでしょうか」とかね言ってなんかこの両国が永遠に解決しそうにない拉致事件のために。 国交正常化が実行されないのは日本にとって恥ずべきことです。両国の友好と繁栄のために心を鬼にしてお願いしたい。諦めていただけないでしょうかってね。こう言ってるんですよね。要は、あの、拉致被害者の、あの、家族にね、こういうなんか活動あるじゃないですか。あの、拉致問題のね。それをなんか諦めていただけないでしょうかってね。なんか、まあ、諦めろって言いたいんですかね。 そなんかひどいですねねこれ更、ねまあ、にはですねあの拉致被害者の一人であるあの横田めぐみさんいるじゃないですか、まあ、その横田めぐみさんの親であるあの横田夫妻に対してですねあのなんかこの拉致被害者のなんか活動とかになんか反対なんか断固反対しますみたいにね言ったりですね。 まあこの方ね、拉致被害者の家族に対してとっても冷たいんですよねまあそれどころかとってもひどいこと言ってますからねなんか完全に拉致被害者の家族に対してバカにしてますよねこれねはいこれちょっとあのデビュー夫人ひどいですよねまあなんかこれをなんか言ったせいかどうかわかんないんですけどこのデビュー夫人ですねあのデビュー夫人の,あの自宅にあの 右翼の街宣車が来たんですよね。まあ、それでなんかデビュー夫人ね。あの8かなんかでね。あの右翼に対して投げたんですよね。<laughs> はい、これで警察沙談になってですね。大問題になったんですけどね。いや本当に右翼に対して普通投げないですからね。ものね。ある意味これ、この方根性あるなと思いますよ。はい、<laughs> よくできたなと思いますよ。このデビュー夫人ね。ある意味、この方ちょっと怖い人かもしれないですね。<laughs> はい、なんかね、まあ、このデビュー夫人ね、ユーチューバーデビューしたということでね、あのまあ、北朝鮮に行ってです、ね、まあ、デビュー夫人はですね、あの北朝鮮に行ってです、ね、ユーチューブで動画、ねまあ、出してですねあの北、北朝鮮に行ってるところですね、ユーチューブで動画、ね、出すべきだと僕は思うんですけどね、まあ、出したら視聴回数相当上がると思いますけどね、はい、あのジョブログいるじゃないですか。 まあこ,のこの方 YouTuber なんですけどね、まあ、この方はですねあの北朝鮮に行って YouTube で動画出してるんですよねこの上ブログねまあ,あのデビュー夫人はなんか上ブログみたいにですね北朝鮮に行ってあの行ってるところですね動画ね出すべきだと思うんです僕は思いますけどねはい北朝鮮が好きでしょうがない方ですからねこのデビュー夫人ねはいまあこのデビュー夫人ですねあの 左翼でもないんですよね。反日パヨク、左翼はい。左翼ってわけではないんですよね。あの反日、左翼の中にもね。北朝鮮が大好きで、あの仕方がない方がいるんですよね。まあ、沖縄でもですね。なんかちぇショょなんとかかんとかっていうのがあるんですよね。北朝鮮のなんか、なんか大好きな方々が集まる。なんか団体があるみたいで、なんかそういうのがあるみたいで。あのー？ こういう左翼の中にも北朝鮮が好きな方がいるんですよね。まあ、このデビュー夫人は左翼ってわけではないんですよね？どちらかというと保守なんですよね。この方ね。まあデビュー夫人に保守っていうのもあれなんですけど、結構保守的なあの限度保守的なことを言い出すんですよね。まあ、なんかこのデビュー夫人ね。あの田母神敏夫さんいるじゃないですか？あの航空幕僚長の方なんですけど。 あ元航空爆料長ですかね確かね確そうだったと思うんですけどこの,あのデビュー夫人はですねあのこの玉込敏夫さんがなんか東京都知事選挙に立候補した時にあの応援で応援の演説で来てたんですよねデビュー夫人ね、はい、だからなんかあのこのデビュー夫人ねあの保守系の人と関わったりすることがあるんですよねだからこの方なんか不思議なんですよねなんか。 謎っていうか不思議であの感じるんですよねはいデビュー夫人この方何者なの,のかがちょっとねそんなに分かんないですね大統領夫人っていうだけでねはい一体何が言いたいのかはちょっと分かんないんですけどねはいまあなんですけどねまああの遠藤チャンネルさんいるじゃないですか、まあ、話は遠藤チャンネルさんに入るんですけど あのデビュー夫人が YouTuber デビューしたことについて、なんかこの遠藤さんはですね、あの、まあこ、まあこの方はですね、あの、まるまる悪くないっすねってよく言う方なんですよね。僕もなんか真似して動画出したんですけどね、遠藤さんのね、あの、あれでね、出したんですけどね、この遠藤チャンネルさんはね、こ,う、まあこの方はね、まあ、要は悪くない系 YouTuber なんですけど、まあこの遠藤さんはですね、あの、 まあさっきも言ったんですけどこのデビュー夫人がなんか YouTuber デビューしたことについてなんか気持ち悪くて抜けないみたいなことをね動画で出したんですよね。<laughs> いやもうこの遠藤さんねなんかあの小学生からなんか70歳までなんか抜けるとかね言ってですねまあだからなんかこの,あの、まあ、このデビュー夫人はもうなんか70も過ぎてるから 確か78か9だったと思うんですけどね、これ全部欲しいね。だからそれだからなんか抜けないみたいなことを <laughs> なんか言ってたみたいなんですよね。遠藤さんね。<laughs> いやー、遠藤さんね、この方、あの、ドリコン好きなんですかね。ドリコン好きでもあり、熟女好きなんですかね。<laughs> まあ、まあ、くれいうのも極端なんですけどね。 なんかそんなこと言ってるようなものなんですけどね遠藤さんね <laughs> いやーよくも言いたなと思いますねあれ多分わざと言ってると思うんですけどねいやーいえ普通言えないですよあんなふうまず <laughs> いやーまあちょっと話ごちゃごちゃになったんですけどねちょっと遠藤さんねでもこれデビュー夫人若い頃は結構綺麗だったんですよこ,こう見えてねあのデビュー夫人昔は結構 昔はとっても綺麗だったんですよ若い頃のデビュー夫人写真見たら分かると思うんですけど結構美人でねすごいんですよこの方これ遠藤さんね多分見たことあるかどうかも分からないんですけどデビュー夫人の若い頃見たらねどう思うかねちょっと見てみたいですね <laughs> はいまあなんですけどねまあこのデビュー夫人ね本当と北朝鮮が大好きで仕方がないって ですけどね <laughs>、まあ、手なきで今日はデビュー夫人が YouTuber デビューしたことについてと、まあ、デビュー夫人が北朝鮮好きなことについてお話ししました。ご視聴ありがとうございましたでは失礼します